今日も元気に頑張っていくよ。前回は嵐のような海流を越えて、タウまで到着したぜ。ここにアークはあるのだろうか。そしてキャサリンたちはいるのだろうか。物語もいよいよ終盤って感じだけど、サイモン君はぜひとも報われてほしいな。オムニツールの方のキャサリンもな。二人で頑張ったんだからね。まあ、途中キャサリンに納得いかないことはあったけどな。終わり良ければ全てよし。そうなるように頑張ろう。で、ゲルが3番のところにこぼれていたね。そういえば最後の HPS はここにあるんだよな。キャサリンたちが来てきたのは、どこにあるんだろう。Welcome to Tau. What's left of it? Are you guys alright? What happened here?We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit. They all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course.Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. Alright, see you soon. 前回の ACR のログで、タウの避難が失敗ってあったけど、ジュリアたちが降りてきて、タウの職員を回収しようとしたんだろうな。しかしうまくいかずに失敗。生存者がいないと考えたんだね。お、3番の HPS が活動中になっている。誰かが外で活動中なんだろうか。26日にロストグラッサーがここを出発しているな。ジュリアたちにワウの危険性を知らせるためだね。今活動中なのはヨシダ。ターカーの通名。絶対無関係だと思う。まだオミクロンに反応があるのはなんでだろう。ドクターロスが来ていた分があるのかもな。キャサリンたちがここに到達したのは、2103年の12月26日だと思う。そしてクライマーの予定回収を知ったロスは、オミクロンへ出発したんだろうな。今は不時壺は必要ないね。なんか来た。エアロックってことは外からだよね。ここにある3番の HPS 使用者のはずだぜ。思わず身を隠してしまったけど、人間だったら、挨拶しないと。もう人間じゃないって思ったから、隠れたんだろ?それは言わないでよ。姿も見えないし、他から探索しよう。何の音?わからないが、いいものじゃなさそうだ。そういえば前回クライマー最後の利用者が、アラン、ウルデリックになっていたけど、オミクロンのアネックスのログで、クレーンを再稼働させようとしていた人物だね。彼もおそらく死んでいるぜ。もしかしたら、彼がキャサリンたちを回収する予定だったのかもね。このマップ見覚えがあるな。最初にアークの位置を特定した時に見たからね。最北端にあるはずだぜ。さあ、奥まで行かないとね。さっきのエアロックの件もあるし、慎重にな。それにしてもこの扉結構時間がかかるね。深海だから厳重なのはいいんだけど、追われたりしたら困るな。やだなぁ、そんな追ってくるやつなんていないよ。それもそうだな。はっはっは。ですよねー。畜生。やっぱりまともな人間はいないのか。っていうか、やばいぜ。逃げよう。きっとあいつが吉田だぜ。輪を持って尊しとなす。お前は日本人の心を忘れたのか?多分日系人だと思うんですが。そんなことどうでもいいんだよ。襲ってこなきゃ、日本人でも何でもいいよ。このおまんじゅう、言っていることがめちゃくちゃだぜ。ちょっと確認。やっぱり HPS だったね。探知範囲が広いぜ。走るよ、ここまで来て追っかけっこか。しかもなかなかしつこいぞ。このまま先に進んでしまおう。了解。ひとまず巻いたな。探索をしていこう。ここにもパイロットシートがあるな。来てるよ。あっ
危ない。ひとまずは防げたけど、経験上こいつらは。ドアを開けられるんだよね。逃げるぞ。こんなんじゃゆっくり探索もできないよ。もう一回巻いて、仕切り直しだ。あいあい。歩き方が気持ち悪すぎる。リカちゃん人形を無理やり歩かせているみたいだぜ。ここで一周回って先に進もう。了解。先回りされてる。今までのやつで一番厄介だな。だったら今度は逆回りで行くよ。いつになったら探索できるんだか。逃げ道を確保しつつ、見てない場所を回っていくよ。とりあえずそこから始めよう。かなり光や音に敏感なのかな？今のうちに中に入って、ドアを閉めよう。ひとまず安心かな。さて、ここでは何の実験をしていたんだろうか。ここは宇宙開発の施設だったと思うんだけど、もしかしたらワウの情報もあるかもね。よくわからん。かろうじてわかるのは、ワウに自殺を強いるってとこだね。ワウのパターンがゲル中に複製されるってのも、意味がわからないな。ここまで来るのにも一苦労だよ。吉田はここの担当だったみたいだな。近くにいるから、落ち着いて調べられないよ。オフラインか。やっぱり繋がらない。生きている回線はあるんだろうか。これは、誰かいるかも。Anyone there? Not the mood to talk to robots. No offense.人間だった。いや、待て。キャサリンみたいなこともあり得る。そうだね。でも少なくとも話ができそうな何かはいたね。それがキャサリン一行だと嬉しいんだけどな。このグラフはよくわかんない。隕石衝突後に出力が下がったくらいしかわからんな。この区画で回れるところは回ったね。先へ進もう。さっき開けておいた隔離壁を突破したとこだよ。このまま進んでいけば、アークにたどり着けるかな？通路が崩落していなければいいけど、キャサリンたちはどんな気持ちでここを歩いたんだろうな。少なくともキャサリンは使命感に燃えていたと思う。他との温度差が気になるが。何が起こったんだろう？今思えば、確認に行けばよかったぜ。結構いろいろなところが侵食されているね。建物は持つんだろうか。打ち上げ場所も大丈夫なのか心配だよ。これで吉田は追ってこれないかな？ドアを開けられるし、どうだろう。もう二度と会いたくないぜ。それは同感。ここが地図的に言うと、最北端くらいに当たるのか？どうだろう。おう。とりあえずは安全。人のいた形跡があるな。これは食料リストだね。飢えていたみたいだからな。ろくなものがないね。ここにキャサリンたちがいたんだろうな。ドクターロス、神出鬼没すぎるぜ。とりあえずどこから見ていけばいいのか。これは？わかんないから、放っておいて部屋を見て回ろう。ここは浴室。さっきからロスが頻繁に話しかけてくるぜ。鬱陶しいから無視だ無視。タオルや石鹸があると、人の痕跡があって安心するぜ。状況によっては、物悲しく感じてしまうことになるかもね。人だ。死んでる。What the fuck did we do? Hey, try not to think about it. My whole life, I've been a good man. We messed up, Sarah.
There, there. I should have launched. Taken the chance. There's time. If Ashkin says we could try again, when things calm down. You gotta do it, you know. You got to. チームの一人だね。こっちは原型をとどめていないな。オミクロンで撮った写真だね。やっぱり失敗していたんだな。こっちの人がジャスパー、ヒル。まだ意識があるんだろうか。それとも上事みたいなものなんだろうか。息子の名前だろうな。もう一人はイアン、ペダーセンだろうね。二人がここにいるってことは、残りもここに？うるせえ。今ショックを受けているんだよ。Can't we do anything for him? No. We're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this.Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark. Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value, you know that. Yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the WoW to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. 消去法で行くとこれがニコライ、イブアシキン。キャサリンを裏切ったような感じだったな。今まで言わなかったけど、そういう結末じゃないかとは思っていたよ。本当？うわぁ。こいつらはきっとタウの職員だね。船虫みたいになっているぜ。ハマーさんかな？こっちもひどいな。ジョルコフスキー、コーツイ、オクレイルのうちの二人だと思う。この状態じゃ誰かわからないな。ここは通信指令室。さてどんな情報があるか。ルーマーの不調により、通信とクライマーが利用不可に。オミクロンへの避難は怪物の襲撃により失敗。クライマーステーションにあった避難失敗って、このことだったんだね。これは全部オフライン。通信が4月で途絶えているね。さっきのメモと合っているな。ドアをアンロックしてさらに探索しよう。医務室には人がいたよな。こっちはロスの部屋だ。残念、まずはパスを探さないと。え？親切な人もいるんだなぁ。誰なんだろうなぁ。多分本人だと思うんだけどね。ファイに向かうトンネルは大丈夫なのか？打ち上げ自体は問題なさそうだね。大掛かりな設備なんだな。これでアークを打ち上げよう。さあ、ここには重要な情報があるはずだ。重要な情報があっても読めないんじゃ意味ないね。読めないような情報は、大した情報じゃないんだぜ。数式はやめてください。これは藤壺のスケッチ。筆記体はほんと読めない。ドクターロスは絵が上手だな。こっちは何の写真だろう。前に見たワウの増殖の写真に似ているな。ここで観察や開発を行っていたんだろうね。カルタゴって会社の目的は何だったのかな？これでどうやって利益を上げるつもりだったんだろう。ワウがここでしていることって、ろくでもないことだけだしな。本来の用途だったら、便利なものだったのだろうか。やっぱりこの近くにアルファはあるんだな。そこにワウの心臓部があると。ここからアルファに行けるのかな？そしてファイに繋がっているみたいだね。こういうグラフはわからん。パラメーターがわからないとね。
これはストラクチャーゲルの容器に似ているな。さあ本命の情報だよ。これはオミクロン避難の時のことだな。あの侵食された魚たちに襲われたみたいだね。どうやら変貌した職員はチョルコフスキーとコーティーみたいだな。コーティー決死の食料確保。観測所まで行ったが、ろくなものはなし。12月25日にキャサリンたちが到着。この辺がおかしいんだよな。ACR のログでは26日になっていたり、本文では56日になっていたり、誤訳かもな。アーク打ち上げ中止。険悪なムードが漂っていた。ここでロストグラッサーがクライマーへ出発。以後はオミクロンで見た通りだな。The pattern has stopped evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties.It's keeping climate and life support going, but it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional.The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help.Save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Where is the line drawn for what is human and what is not? Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? We can't trust a machine to know, to understand what it means to be. We have to terminate the WoW project. It can be done. I just need to get some help from Omicron.こいつが元凶じゃねえか。WoW の外部制御システムを停止させたせいで、隕石衝突後の変化を制御できなかった。WoW の目的は純粋に人類の補完、人の手助けをすることだった。隕石衝突後、人間を助けるため、ストラクチャーゲルを使用して、なんとかしようとした。ただ AI には生命とは何か、人間とは何か、機械と生物の違いとは何か、それらが分かっていなかった。WoW自体は全く悪くないぜ。これは監督責任を放棄したロスの失態だよ。これは人災だったんだな。人だ。You. You're different. Can I help you with anything? Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service.Rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon, the ruins of Lambda, the abandoned Delta, Theta.You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met? You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed at? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you?How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is.
Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. I'm glad you came by. Good to get this over with. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best, you know? None of this feels right. Simon, I want to die. Sarah. Just think about it. Knock it out of the park. If I knew you'd come, I would have cleaned this place up a little bit. いろいろ言いたいことはあるけど、今は言わない。I still can't believe I'm the last one. It's crazy. 前回の予想がネタバレになってしまうかもしれないからな。Be my guest. I got no secrets worth keeping. これはすべてオフライン。これはチームの写真だろうか。金髪の女性はもしかしたらイモジェン、リードかもな。これはキャサリンかな？ドアロックはしたのと一緒だったので省略。深刻な食糧難。彼らが衰弱していったのは、ワウに侵されていたから？キャサリンの名前が、彼女はどこに？Please don't leave me like this. Be careful. ここでも決断しないといけないのか。最後の願いを聞いてやろう。Would you stay with me, please? It won't be long now. Please just stay. What a crazy thing this was. Life.At least I won't have to turn 30. Hooray! Wish I could have died at home with my friends. You ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanoq is busy, and yes,There's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Pathos, liked my colleagues, Ian, Nick.Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there.
to the stars. おやすみ、サラ。あとは私たちに任せて、ゆっくりしていってね。The black box is inactive. Probably found a way to switch it off. 長くなっちゃったから、今回はここまで。またね。